皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2024年3月30日ですけども、で今日 の番組で取り上げる話がこの3つでございます。まあ一つはボーアウの山上で見た中国の凋落、2番目は第二の個性登場か夫人政治復活の可能性、3番目は人民日報一面も経済数字の捏造という話になるんですけども、まずこのボーアウの山上という話からしますと、まあボーアウというのは中国 の海南省の地名ですわね。海南島というところの地名ですけども、そこでね3月28日からまあいわゆるアジア中心にね、世界のまあ政界財界の要人たちが経済協力などについて話し合う、そういう会議、要するに中国主導の国際組織であるボーアウアジアフォーラムというものの年次総会が、このボーアウというところで開催されて、開幕式にはね中国共産党党内序列3位の、全人代の常務委員長の張さんという人が出席して、基調演説を行った。しかし今までのこの毎年のねこのボーアフォーラムにはね、大体中国からは国家主席か首相かどちらの方が、交代的にね交代にね出席して演説を行うの、前例慣例ですけども、今年でね初めて全人代の委員長が出席するんですよ。本来ならばそれは全人代の委員長の仕事じゃないんですよ。あれ日本で言えば議会の議長ですからね、そういうところ出る出番じゃないんですけども、しかしその背後にはね、やっぱりね習近平による李強首相の外しの遺憾であると思われる。要するに自分が行かない、じゃあその代わりに李強も行かせない、別の人を行かせるという、それは今日のこの話本題とは別の話になるんですけども、じゃあまずこのボーアウアジアフォーラムというのは一体どういうものかとなると、それは2001年にね当時また江沢民政権だったんですよね。中国政府の希望入りで発足して、それ以来ね毎年でね年に一度ね必ずボーアウでねいわゆる年次総会を開く、それ一番のイベントになるんですわね。今年のこれを含めてねもう24回やってきたんですわね。しかも発足当時からの参加国には実は中国以外にね日本、インド、インドネシア、パキスタン、フィリピン、韓国、ベトナム、マレーシア、シンガポール、言ってみれば要するにアジアの主要国のほとんどと、オーストラリアもね、アジアじゃないですよ。それもこれ26カ国が参加してるんです。言ってみればね中国主導のアジア主要国参加のこのボーアウフォーラムの補足と24年間ずっと続いてきたことがある意味ではねアジア地域における中国の影響力の拡大と地位上昇の象徴でもあるんですわね。中国政府主導のフォーラムにね毎年ねもうアジアあちこちからみんなねやってくるんですからね。例えば2009年に開催の第8回年次総会ではねアメリカからは実はアメリカのブッシュ前大統領、息子の方はねと日本の福田康夫元首相、参加して、さらにね現役の大統領とか首相とか、それでパキスタン大統領、モンゴルの大統領、イランの第一次副大統領、ベトナムの首相、ミャンマー首相などね大体10カ国からのいわゆる現役の指導者たちも出席して、あの時ね、もう空前の盛り上がりとなったんですよ。当時まだ、胡錦涛政権時代であって、温家宝さんという首相がそこで基調演説を行って、もうすごい盛り上がりがあったんですわね。じゃあ2009年とは、じゃあどういう年なのかとなると、ご存知のように、その前年度、
その前の年の、まあ、2008年には、まあ、北京五輪が盛大に行われて、それでこの翌年の2010年にね、あの中国の GDP はね、まあ一応名目上ですよ、やっぱり日本を抜いて、まあ、世界第2位になって、あの、まあ、要するに中国は世界第2位の経済大国になった。いやだから、まあ、この2009年という年のボーアのフォナムは、この大盛況だったんですわね。それはまさに当時の中国の意地を、まあ、昇竜の勢いを、まあ、象徴するようなものであった。しかしまさにそれからですよ、あのボーアフォナムね、徐々に衰退するんですよ。衰退の一途にたどることになった。例えばあれから10年後 の2019年の年次総会ではね、結局ね、現役の国家の首脳出席したのはフィリピンの議会の議長だけですよ。フィリピンの首相すら来てないんです。他の出席者全員ね、現役ではなくて、いろんな国の、まあ、元大統領とか、まあ、元首相とか前首相とか、そういう人々ばっかりであって、さらに去年の2023年の年次総会には、まあ、現役の政府首脳として出席したら、まあ、シンガポールの首相とマレーシアの首相、それに西アフリカの、まあの、ゴードジボワルという、まあ、私も今まで全然知らないという国ですわね、この共和国の首相、まあ、ますます、ね、細くなるんですわな。そしてあのさっき冒頭から申し上げた、今年2024年のこの年第24回の年次総会に、じゃあ外国から誰が出席したかとなると、現役の元首首脳として参加しているのは、カザフスタンの大統領、もう一つがナウルの、まあ、大統領、もう一人がスリランカの首相、それに、いや実はアジアではなくて、カリブ海の島国である、トミニカ国の首相です。まあ、要するに結局4カ国の、まあ、首脳参加したんですが、しかし考えてみれば、その中4カ国の中の、まあ、ナウルというのは、まあ、皆さんよくご存知だろうという、まあ、要するに一応アジア太平洋の国ですけど、まあ、人口で1万人程度ですわな。1万人の国ですわな。あの、まあ、日本で奈良の一つの奈良市のね、どこかの都会のちょっと一つの区にしたら、まあ1万人以上そこ出るんですわな。しかもこのラウルというのはね、当然ね、あの要するにボーアフォナムの昔からの常連の参加国でもないんです。さらにもう一つ、さっき名前出たトミニカ国というのはね、あれね、世界的にね、もう一つトミニカ共和国というものがあって、あれは結構大きな国ですけども、しかしそれとは違って、トミニカ国というのは、まあ人口規模が、まあ7万5000人程度、まあそれはまたミニ国家、まあ国家と言えるかどうかわからんけども、とにかくミニ国家ですわな。しかも、当然アジア国でもない。まあ要するにね、何が言いたいかとなると、要するに今年のこの年次総会はね、本来ならばの参加国のアジア主要国のほぼ全員にサボられたんですよ。だから今回のフォーラムに、まあインドからもシンガポールからも日本からも、あのマレーシアからも、インドネシアからも、フィリピンからも、ベトナムから、どこの国からもね、あの首脳といった首脳重要人物は誰も来ない。じゃあそうなるとね、まあ中国政府やっぱり習近平のメンツ大事ですから、せめてのメンツを保つために、おそらくまあ経済援助などを餌にしてね、本来ならば、まあこのボアフォーラムには、本来ならばあまり関係のない、例えばさっきのナウルとか、あるいは、まあ、トミニカ、まあそういうミニ国家を、引っ張り出してきて、まあ要するに数合わせしただけの話はな。じゃあ数合わせにしてもね、貧弱ですから、せいぜい、まあ数合わせしたらもうちょっとね、頑張れば、まあ10カ国ぐらい集めればいいのにね。あのミニ国家の国2つと、あとは、まあ、あの
まあまあ要するに常に中国の援助なしではやっていけない国ばっかりですわな。まあ4カ国だけ、まあそのことは逆にね、じゃあ何が言いたいかとなると、要するにそのことが逆に中国の影響拡大の象徴であるボアフォーラムがもう徹底的に衰退してる、しかもボアフォーラムの衰退がまさにね、アジアにおける中国の凋落をまあ明らかに、まあ明確にしてるんです。要するにアジアの主要国からもう相手にされない、まあ別に中国相手全然相手にされない、というよりも、まあ、このフォラモンがもう誰も見向きもしない、何の意味もない。まあそういう意味ではね、あの中国もね、さすがの中国もここまで来たらもうアジアからねもう見捨てられるようとしてるのではないかという話が、まず、このボアフォラモンのまあ話一つ、まず一番目の話、ですけれどもね、まあ一応中国のメディアがまあ結構大きくボアをね、アジアフォラモンがまあ開催されたとかそういうね、2番目はやっぱりあれ、習近平夫人の話ですよ。それはどういうことかとなると、3月の、24日に、まあ、中国の中央官庁の一つである国家健康と衛生委員会は、まあ、この委員会の公式サイトにおいて国家主席夫人のホウ・レンさんという人が、まあ、一応ね、彼女が世界保健機構、要するに WHO の結核エイズ対策親善大使、まあ国連からあの WHO からそういう親善大使のそういういわゆるまあ名誉的な肩書きはね、まあ与えられているという。で彼女はこの肩書きでね、あの湖南省、中国湖南省の長沙という町でね、市で、あの要するに地方の結核あの対策を視察したというふうに、国家のこの中央官庁が発表した。またこの国家中央官庁の公式サイトではまたね、映像と写真付きでね、あの彭さんのまあ視察の詳細と彼女の発言の内容も結構詳しく紹介したんです。これはこれですよ。あのいやもうちょっと真ん中までこれか、ああこれこれ、中華人民共和国国家衛生健康委員会これこれ映像付きで、この方さんですよ、この方、視察してる、映像と またこの下には記事がいっぱい書いてるんですわ。方さん、方さん、習近平の奥さんですわな。ここ。まあ、しかし考えみれば、この彭さんという人はね、今まで確かにね、国家主席の夫人として、まあ、習近平に、まあ、に付き合って、いわゆる、まあ、外交儀礼上の活動に参加すること結構多かったです。結構時々あるんです。例えば習近平は外国訪問しに行った時彼女を連れて行ったり、あるいはまあ多くの外国の首脳が夫人をね連れて中国訪問しに来た時には、彭さんが、それで まさにホスト役は、まあ、あの外国の首脳の夫人のを相手にね、そういう務めるということもあるんですよ。しかし彭さんはね、単独で国内の地方視察を行うは、それが初めてのこと。さらにね、この国家保健と衛生委員会の発表によると、彼女の視察にはね、国家保健と衛生委員会の副主任、まあ中国で言えば副大臣の王さんと、さらに視察先は湖南省ですから、湖南省の常務副所長、要するにトップ副所長ですわ、人のね副所長が随行してるんですよ。彼女のそういう同伴してるんですわな。しかし普段ね、例えば中央官庁の高官、あるいは地方のトップクラスの幹部が、例えば中央から来た人の視察に随行するというのはね、大体ね、中央指導部の大物が最低限の副首相クラスぐらいが地方に視察しに来ると、
例えば地方のこの副省長がまあ視察に随行する。まあ普段はそういうね、要するに中央指導部の高官に対する待遇です。で、今の方さんは主席夫人であるとはいえ、しかし彼女は今共産党と政府においては、いわゆる無人無官ですら、何の官職もポストもない。単なるまあ WHO のまあ親善大使にまあの方さんにね、このような待遇で、あたかも中央からの指導者を迎えるような待遇でね、与えるのは、それ大変異例のことであって、やっぱり尋常ではないと私は感じてるんですわね。じゃあ、それが、まあ、二つの可能性があって、一つが、要するに中央と地方の高官たちが、まあ、習近平にね、家庭に忖度して、やっぱり習近平に媚びるためにね、それがやった。まあ、要するに習近平の、いうことは関係なく、地方の高官たちは勝手にやったことと、もう一つの可能性、ひょっとしたらそれ習近平さんの意向によるものであるかもしれません。今の段階ではどちらか、なのかまだ分からない。しかし実はね、習近平さん自身も3月の今月の、ね、18日から21日まではまさに湖南省を視察して、しかも調査でも幹部を集めて会議を行ったんですが、だその直後に、じゃあ、奥さんの方さんが同じ湖南省の調査士を視察したことが、じゃあ、やっぱりね、習近平さんと無関係とは思えないんです、それ。ひょっとしたら習近平が自ら、奥さんの夫人のこの視察を指示して、手配した。じゃあ、お前、湖南省の幹部、お前たち、ちゃんとね、ちゃんと付き合えというね。しかも、もう一つが、可能性として考えるのは、習近平が湖南省の視察にね、もう最初から奥さんも連れてきたんですわな。そこで、同じ湖南省 にね、夫人にね、単独視察の機会を与えたという可能性も出てるんです、習近平はね。じゃあ、もしそうであれば、今回の方さんの、地方視察はね、習近平さん自身が、まあ、考案して計画して実行させたという結構政治的意味の、多い政治的意味の非常に深いという政治行動である可能性が結構大きい。まあ要するに一つの可能性として考えられるのは、要するに習近平はこれで夫人の方さんにね、政治的にデビューする機会を与えるためにこの視察を、まあ手配したというふうにも考えられるんです。いや、実はね、まあ、その前例もあったんですよ。かつての毛沢東政権時代ね、毛沢東が文化大革命発動のためにね、やっぱり夫人の江青という人をね、政治にね、登場させたい。そのために、その準備として、1966年の2月、文化大革命が始まったのは1966年の6月だったんですけどね。それで2月に毛沢東が解放軍における自分の側近の任表というね、元帥 にね、暗に命じて、そこで任表にね、その軍の文芸工作座談会を開いてもらったんです。そこで任表が毛沢東の意向を受けて、この軍の文芸工作の座談会に当時官職のない江青を招いて、江青に落ち、しかも江青にいわゆる基調演説も行って、要するに江青をこの座談会の中心人物にした。まあそれ以来、まあ江青はまさにこれできっかけにね、中国政治の中心に入って、文化大学部の旗振り役として、まあ、毛沢東を大いに助けた。じゃあ、そういう歴史の経緯からすれば、ひょっとしたら、まあ、大体、何もかも毛沢東のことを真似するのは習近平さんですからね。ひょっとしたら習近平が、まあ、それを毛沢東の真似して、やっぱりね、夫人の、まあ、方さんをね、政治的場に出すための準備として、中央の高官と地方の高官の随行で、方さん の地方視察を実現させたという話で、いや、そういう推測が、少なくとも推測としては成り立つんですわね。
じゃあちょっと背後に何があるかとなると、まあこの番組でいろいろ取り上げてきたんですわね。やっぱり一昨年2022年10月の党大会で一応習近平の個人独裁体制が確立した。しかしそれ以内ですよ、むしろ習近平は逆に党とか軍とか政府のやる重要な幹部たちに対して疑心暗鬼になって、まあ政治的粛清を続けるんですわね。外務大臣の首切ったり、国防大臣の首切ったり、ロケット軍のまあ何人ぐらいはもう、全部粛清したり、その中でしかもね、この番組でもまあ取り上げてた話ですけどもね、もう本来ならば自分の側近の李強という人ももう信用しなくなって、今李強外しを盛んやってるでしょ。だから以前の全人代、同じ今月、以前じゃない、同じ3月の全人代も、まあ、李強首相の記者会見を、ね、あれ廃止したり、あるいはさっきも話出たんでしょ、本来ならばボアフォーラムは中国の首相行くべきところを首相行かずにして、李強行かずにして、全人代の委員長行かせる。いや、どういうことか、要するに今習近平の身辺にね、自分を本当に信用できる人はもう何人もいないんです。おそらく彼が今信用できるのは、信頼できるのは一人が、まあこの番組でも取り上げた蔡奇というね、官官ですわな。もう一人が前回の番組で、前々回から取り上げた外務大臣の王毅というやつですわね。しかし、しかしやっぱりね、信頼できる人がやっぱり二人では間に合わない、足りないんですわね。そこで一つの可能性としては、もうどうせまあ蔡奇と王毅以外誰も信用できないならば、やっぱりね、その中でまあせめて信用するのは、まあ自分のね、両方だけがまあ信用してもいいということで、しかも彭さんはやっぱり中国昔は有名の歌手ですわ、はい、大歌手ですよ。ただ知名度も高くて、まあしかも彭さんがいろんな外交の場面に出ると、やっぱりまあ言ってみれば結構習近平より堂々としてるんですよ結構あれ、まあそういう意味では政治家としての素質もあると思います。そこで習近平はこの彭さんに自分の奥さんに目をつけて、またことの真似して彼女を政治の中枢で引っ張り出して、それで自分を訪ける。そのために今回の意見があって、もしそうであれば今後の一つの可能性としては、まあ、まさに今後においても習近平の意向によって、彭さんはさまざまな内政と外交の場面でよく出てきて、それの露出度を出してさらに存在感を高めていく。その中で一種の自然の流れとして、いずれか彭さんが党あるいは政府の、まあ、公職にね、つくんですわな。そこで本格的政治活動を始めるというシナリオも十分に考えられる。まあこのようにしてね、まああくまでも今の段階では一つの可能性ですけども、習近平国際、いや国際じゃ個人独裁政治はね、もう最終段階に入っちゃえば、もう婦人政治までやったらね、まあ、毛沢東も同じように、もう毛沢東政治の晩期になるんです。もうめちゃくちゃの始まりですわな。まあ今後ね、その彭さんの投稿はやっぱり要注意で、ではあります。この彭さんの話した、まあ最後一つが経済の話、まあ3月29日まあキロの話ですわね。人民日報は一面トップでね、国家統計局の公表数字に基づいて経済記事の一つはまあ掲載した、そのタイトルが要するに全2ヶ月、まあ、要するに今年の1月の2月を指してるんですが、規模以上工業企業利益は前年同期比で 10.2% 増というタイトルですわな。これは昨日の、3月29日の人民日報、この記事ですよ。ちょっと真ん中に持ってこようか。この記事ですわな。前2ヶ月、規模以上工業企業利潤、前年同期と比べれば
9.2% 増という、一面トップですよ。あの珍しいは習近平 の、 あの記事よりも上の方ですから。あのほいやまあこれ人民日報ですわね。いや実はね、あの人民日報ね、普段はね一面トップで掲載するのは、経済記事を掲載するのは結構まあ珍しいんですわね。じゃあこの、じゃあタイトルの意味はどういうことかとなると、まあ前2ヶ月はさっきも説明したようにね、1月と2月のことを指している。それでいわゆる規模以上工業企業が、まあ要するに中国であの年間の売上がもし2000万件以上、まあ日本円にしてはまあ4億1800万円程度のそういう製造業関係中心のそういう企業を指すんですわな。あのサービス業はその中に含まれていない。じゃ あ、 あのこの規模程度の規模ならば中国でね、大中企業はもちろん全部入っている。さらにいわゆる零細企業を除く大半の中国国内企業はこの範疇に入るんですわな。したがってもしさっきの規模以上工業企業の利益、まあ、今年の1月の2月のはそれが 10.2% 増、要するに1割以上増えた。それを本当の話でなれば、それは当然製造業を中心した中国の工業全体の景気回復を意味し、しかもそれは中国経済のどん底からも脱出したということ の、 あの証明になっちゃうんです。いやだからこそ人民日報は経済記事としてね、珍しく一面でね、まあ掲載して、いや要するに国内内外に向かって中国の経済がまあ復活したぞっていう、まあ宣言してるんですわな。まああの言ってみれば、まあこの番組でも以前取り上げたんですが、まあ今年から中国はね、どう経済成長させるかとなるか、一つが宣伝部、一つが国家統計局まあそれ両方ともここで揃ってるんです。じゃあ問題はあれ、じゃあこの 10.2% 増、じゃあ一体時代がじゃあ一体どういうものかとなると、まず一つ、それで前年同期比の数字であることはまず見そうです。前年同期比というのは要するに前年、要するに去年の同じ1月と2月の数字、この2ヶ月の数字と対比した上での、まあ、あの 10.2% 増ということです。もしかし問題はあの前年、要するに昨年のね、去年の1月のと2月の規模以上工業企業以上がね、実は一昨年の、要するに2023年、ごめん、2022年の同じ、失礼の、 あの同じ時期と比べれば実は 2.9% あ、失礼しました。あ、やっと何か出た。あのにそれはそれですよ。中国国内記事、2023年 1月2月の全国規模以上工業企業の依存は 22.9% 下降というですね、減ですわな。ということが実はまあ簡単な話、要するに一昨年のこの時期の、規模以上工業企業の依存が大変落ち込んでいた、ね、あの2022年の同じ時期と比べれば 2割以上落ち込んだんですよ。だからあのこの今年の1月のと2月のこの依存 10.2% 増が要するに大変落ち込んだ2022年のそれとの対比によって初めてまあ大きく増えたということであって、まあ要するにあの一昨年2022年のやつがあまりにも落ち込んだからこそ、それとの対比において今年のやつがまああのね、あの大きく増えたように見えるんです。まあそれがまず一つのまあ見そうで、まああの一昨年じゃない、昨年ですわね。じゃあさらに言えばね、実はあの人民日報も掲載した、国家統計局が出したこのリージョン 10.2% その時代もまたね、お粗末の、いつものお粗末の捏造から出た数字ですよ。いやというのは昨年の3月に国家統計局の発表したところでは、あの昨年のね、去年の1月2月の
全国規模以上工業企業の移譲はこれ 8872.1億元、まあこの数字ですわね。そして、今年の3月にね、同じ